プロジャニーデビアン3.0パープルにプロジャニーデビアンとはインストーラーにレッドハットリナックスから移植したアナコンダを採用したインストールが極めて容易なデビアンベースのリナックスディストリビューションである。2007年4月30日メーリングリストに2007年4月30日をもってプロジャニー社の営業終了が終了したとのアナウンスが流され事実上開発は終了した。 レッドハット系ディストリビューションでインストール用に広く利用されているアナコンダを採用していた。このインストーラーはデビアン3.1用に開発されたデビアンインストーラーと比較してもさらにハードウェアの自動認識が高いのでシステムにそれほど詳しくないユーザーであっても簡単にインストールが可能であった。もともとはデビアン開発に携わっている中心的開発者の一人 イアン・マードックが立ち上げたプロジェクトである。プロジャニー・デビアンの開発は一時中止された経緯があるが、近年になって、プロジャニー・デビアン2.0ベータより再開され、プロジャニー・デビアン3.0の正式リリースに向けて、開発が進められていた。プロジャニー・デビアンは、デビアン3.15換のシステムであり、サージ用にリリースされた膨大なパッケージを利用することが可能であった。 パッケージの管理は APT あるいはそのグラフィカルなフロントエンドシナプテックを使って行うのでデビアンと比較して機能操作性という点で遜色がなかった。プロジャニーデビアンは LSB に基づいた混乱タイズドリナックスプロジェクトの成果物と言える。混乱タイズドリナックスは独自のディストリビューション開発に役立てることが可能。ありがとうございます。